化石標本フィールド自然史博物館所蔵。ホロタイプ標本 UA8680 をはじめと、する標本群に基づくスカルダイアグラム推定された、本種と人の大きさ比較、ウエムナフライの全身骨格ディスプレイ、ロイヤルオンタリオ博物館所蔵。下 M ナフライの骨格図、アンタナナリボ大学が所蔵する、ホロタイプ標本 UA8680 と、 フィールド自然史博物館所像の標本群に基づく。王子のマダガスカルを想起した生態復元図1頭のラペトサウルスを2頭のマジュンガサウルスが左右から攻撃している。手前にいるラペトサウルスの子供は親の窮地を目の当たりにして戸惑うばかりといった体で逃げる様子もない。そして水辺にいる2匹のマシアカサウルスがラペトサウルスの子供に興味を示している。 もっとも、マジュンガサウルスの狩りが終わらないうちはおいそれと手出し、できそうになく、また、相手が子供であろうとも彼ら自身がラペトサウルスの健康体を仕留められるとは思えない。なお、水域のこちら側にある土手には2匹のベールゼーブホがいる。ラペトサウルスの死骸を漁るマシアカサウルス、プレートテクトニクス理論に基づく、マダガスカル島や、その他の陸地の移動経緯と、 マダガスカルの動物賞の図説中世代の動物賞の枠内には、前原の動物賞に属する絶滅動物として、マジュンガサウルス、マシアカサウルス、ラペトサウルス、マハジャンガスクス、シモスクス、ラホナビス、ベールゼブホも掲載されている。マシアカサウルスは、約7000万年前から約6500万年前に、かけてのマダガスカル島に生息していた、リュウバン木住アモク。 ノアサウルスかの恐竜。マハジャンガ州の中央部にある、マハジャンガ盆地のマーストリヒチアン堆積層の一つで、ある、前原ラーの類層のマシアカは、現地語である、マダガスカル語で、ビシャスを意味する、マシアカ、から取っている。サウルスの方は、トカゲを意味する古代ギリシア語普通名詞、シグマアルファーローに由来する、分類学用神羅天語名詞説ビジサウルス、であり、 爬虫類を意味するが、恐竜に用いられることが多いため、恐竜と異訳して差し支えない。種庄名ナフラーアイは、イギリスのロックバンドである、ダイアーストレーツのギタリスト兼ボーカリストなどとして、有名で、大英帝国勲章受賞者でもあるマーク、ノップラーの名から取られており、ラテン語設備 G と合成することで、ノップラー氏にちなんだ、ノップラー氏にゆかりあるなどといった意味になる。 これは、古生物学者スコット・ D ・サンプソンだが、現場の採石場で本種の化石の発見につながる、発掘調査に励んでいた際、自分たちのチームメンバーの幾人かがファンであるという、ノップラーの音楽を聴きながら作業していた時に限って、全部で6個を数えることになった本種の骨格化石を発見しており、他の音楽を聴いていた時には何も発見できなかったという事実があり、 これにちなんでの県名であった。その時に得られた6個の化石は本種を特定するに足る価値の高いものであった。ノップラーの方はといえば珍しい、この3次を2001年1月24日に受け取った。彼は満足しており、イギリスの日韓タブロイド誌ザサンのインタビューの中で私は本当に嬉しい。これは非常に特別な名誉だ。 恐竜だというのは確かに適切な見立てだが、少しも悪質ではないことを報告できて嬉しい。と語っている。中国語圏の分類学では、悪意ある恐竜、凶暴な恐竜などといった語彙を持つメナカソリスを、悪竜と簡訳し、ナフラーアイには、ミスター・ノップラーの簡訳名である、ダクドル、六詩の省略形、ダクシを当てている。このことから、メナカソリス・ナフラーアイは、 ダクシアクリューと綴る。また、ダクドル、ロクアクリューという異表記も多く見られる。サンプソンラによる2001年の最初の記述では、本種は、ライビスクスとノアサウルスの間に、系統分類されるべき、アベリサウルス浄化の一族と位置づけられた。アクル2002年、カラーノラは、本種をライビスクス及び、ノアサウルスと共に、ノアサウルス化に配置し直した。カラーノラは、 本種の知見を加えたアベリサウルス浄化の系統発生分析を行い、以下のように更新したクラドグラムを発表した。全長は約5から6フィート。推定体重は約80ポンド。ジャーマンシェパードドッグ程度の大きさという説明がされることもある。尖った下顎骨の先の方が下に反り返っており、それに合わせて曲がった前歯が前に突き出しているという変わった口をしている。 奥歯は普通の肉食恐竜と同じようなタイプである。前歯は小さなものを掴むのに向く形であり、魚などの小さな動物を捕食していたと考えられる。マシアカサウルスの生息環境では、中型重脚類のマジュンガサウルスを頂点捕食者とする生態ピラミッドが形成されていた。ありがとうございます。